マルコローゼは、東ドイツ・ライプツィ出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションはディフェンダー。現在は、ブンデスリーガのボルシアドルトムントの監督を務めている。マインツレーゴ選手時代1987年に、ロコモティブ・ライプツィに入団し、1995年にトップチームに昇格。この時には、ドイツ際統一の影響を受け、チームは名前を、 VFB ライプツ比に変更していた。2000年にハノーファー96に加入すると2001から02シーズンのブンデスリーが2部優勝 &1 部昇格に貢献。この活躍がユルゲンクロップの目に留まり2002年に彼が率いるマインツレーゴにローン加入。翌2003年にチームが1部昇格を達成すると完全移籍に移行した。その後は セカンドチームにも混じりつつ8シーズンにわたり、マインツでプレー2010年に現役生活を終えた。現役最終年の2010年は、セカンドチームでのプレーに従事しつつ、マルティン・シミット監督の下で選手兼任コーチとして活動。これが指導者としてのキャリアの始まりだった。2012年に、古巣のロコモティブライプツヒの監督に就任。 監督としてのキャリアをスタートさせた。2013年、レッドブルザルツブルクの SD だったラルフラングニックから声がかかり、同クラブの U-16 チーム監督に抜擢。次第にその資質を認められるようになり、2015年には U-18 の監督に昇格。2017年には、オーストリア勢初となる UEFA、ユースリーグ優勝をもたらすと、 その腕を買われトップチーム監督に引き抜かれた。トップチームでも手腕を発揮し、初年度から国内リーグを制覇 &UEFA ヨーロッパリーグベスト4進出を果たすと、翌年も国内リーグを制しに連覇を達成した。2019年、ボルシア・メンヒエングラートバフ派の監督に就任。2019から20シーズンはリーグ4位に導いた。 2021年2月15日、2021から22シーズンより、ボルシアドルトムントの監督に就任することが発表された。前述の通りロコモティブ・ライプツヒは、ドイツ際統一のため1991年に、VFB ・ライプツヒに改名したが、2004年に、財政破綻のためチームが消滅。残されたファンの尽力により、翌年に再びロコモティブ・ライプツヒと名前を戻して、 再スタートを切った。守備の位置が、とにかく高い、嵐を呼ぶ、大牛たちマルコローゼに導かれ盲信中。エキサイトニュース。2020年1月22日閲覧。RB グループを飛び出したラツワンマルコローゼのボルシアメンヒエングラーとは、派改革 FOOTBALLISTA.jp。フットバリスタ。2020年1月22日閲覧。 ローゼ監督、ライキドルトムンと就任。バツケシ、嬉しく思う。キッカー、日本語版。2021年2月16日閲覧。ありがとうございます。